たたびに立った体を抜け出した。ここにいるけどありはしない、ここにあるけどいない。不思議だな、不思議だな。もう席も占領されないし、ご飯も奪われないし、何にも取られないから平和だなって思えない。霊が旅に出た、次元を飛び越えた。来世もふわふわな姿なの、それともツルツルな姿に生まれたりするのかな。もう朝4時に起こされないし、顔引っかかれない。